わかりました。じゃあ篠田大先生お迎えいたしまして最初のコーナー参りましょう。フリートークで5分持たせよう。はい、篠田が一人焼肉で一般人と相席をした件について。これはそうなんですか？一人焼肉するんですか？一人何々が結構好きで。あ、そう。あの焼き鳥とか焼肉もそうだし、うん、結構一人で行くこと多いですね。あ、そう。鍋も行きます。鍋行っちゃう？うん、ちゃんこ鍋とか。あら、そう、うん、おー、だって店の人はびっくりするでしょ。だから2人前からが多いから、大体こうメニューがあんまないんですけど。そうね。でも2人前食べるんでって言ってもらいます。もらうの？そう。だって、ああ、一人で寂しい女、篠田かよってなんでしょ。焼肉屋さんの時は本当に鬼がけだったんですけど、ちょっとすごい混んでるお店で、隣にいいですかって言って、ここ一人じゃないですか、こっちになんかもう一人のカップルみたいなのがいて、ちょっと3人でご飯みたいな感じ。邪魔なんか知り合いみたいになっちゃって、でこっちも気まずいから、まあなんか3人で喋りながら。え、あ、そう。みんな喋っちゃったの？もっと社交的な感じありました？私も一人で行く時大体隣の人と話したりします。あ、そう。結構有吉さん一人じゃないですか？俺はまあどこでも一人だけど、俺はなんかわかるじゃん、やっぱり一人かいっていう。シルナとかだとさ、なんか例えばさ、マネージャーさんとかさ、なんか例えばいそうじゃん、なんか誰かしら、なんか会社の人とかね、仕事で一日中みんなといるから一人になりたいんですよ、結局。なるほど。そうそう、ガヤガヤしてるのちょっと嫌で。わかる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 。いいんですか、ガヤいらないんですか？ちょっとこの感じうるさいわ。仕事終わって、どういうこと、どういうことって言われる。そう、一人になりたい時もありますね。だから3人で行く時もうちょっとトーン下げてあげたら、落ち着いた感じ。3人の時すごいうるさいよね。でもね、そうそう、やっぱちょっと腹が、篠田もうるさい。3人で飯食い行くとさ、何の話してんの？あ、でも有吉さんの話すごい多いですよ。ホント？あ、まあちょっと多いからな、最初なんか反省会します、3人で。大体いつも私が反省して2人が慰めて、大丈夫だよっていう感じ。お前中心なんだな、結構。そうなりますかね。篠田の仕事の悩みとか聞いてあげないの？いや、言わない。え、言わないじゃん。あるじゃん。卒業した後だから。そうだ、ある、あるよ。あるじゃないですか、いろいろ助言してきたことで。ここで言った方がいいと思うよ。助言って何？助言って何？あるよね。助言してあげたの？あげました。何、例えば。例えば、じゃあ私はキャプテンをやってたということで、キャプテンの極意みたいな。例えば、例えば、そうですね、例えば後輩がまあ分からない感じで来たらどう教えるかって言ったら、私の場合はこうだったからこうしていた方がいいかもしれないよみたいな、押し付けないみたいな、体験談を、そうそうそう、っていうのを教えたから、まあやってると思いました。でもそれ正直さ、それぐらいのこと知ってるようでしょ。だし、こっち解散してるからなんか違うかな。解散ないよ。ないよ、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 ないよ。卒業って言葉がなくなっちゃってる。ちょっと待って待って、これさ、AKB 卒業したら篠田もこんな感じになる。不安だよ、そしたら。格が違いますからね。大丈夫ね。くず餅、きな粉、黒蜜でやったら大丈夫。くず餅ってつけるところにちょっと悪意感じる。くずつけるなよ。いや、くずという立派な食物を使って固めているわけ。よくわかんない。よく付き合ってんな。仲いい。優しい。その点小島さん厳しいよね。この辺と付き合わないでしょ。ひどいな。いや、いらないですか。たまにご飯とかいたりしますけど、一応ある程度の距離は。距離感持って、距離感、距離感あるね。距離感、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 距離